が、はい、2019年12月に安牛駅現調査終了しました。戻ります。この両側草になってるところ、昔は建物建ってたんでしょうね、きっとね。ご搭乗ありがとうございます。こんにちは。そしたら次が南ホロノベル。お座りの間は常にシートベルトをお締めください。 Please keep your seatbelt fastened whenever you are seated. 外す場合は金具の片方を持ち上げてください。 To unfasten and raise the flap。南ホロノベですね、次ね。南ホロノベはね、割とすぐですね。南ホロノベ、上ホロノベ、ホロノベか。いや、この40号から外れたこのエリアの駅はね、ちょっと明日に回したくないんですよね。ルートが外れるから。ちょっとね、手短にやっていきましょう。南ホロノベ駅ね。いやー、なんかね、左にはね、牧草ロールが大量に。いやー、なんかね、僕も人のこと言えないですけど、今対向車来ましたけど、あの人も相当ガッと押してましたよね。まあ、北海道ゆっくり走っちゃ日が暮れる。まあ、それは事実ではあります。現にもうすぐですね、日が暮れそうです。南ホロノベは果たしてどんなところなんだろう、駅ノートはあるんだろうか、謎です。一応ナビ上はですね、南ホロノベ駅出てきまして、この川だってね、すぐ右ぐらいにあるはずなんですけど、うん、どうだろう、どうやって行くんだろう。あ、多分ね、道路、右折する道路があるから、それをね、右に曲がっていけば、南ホロノベ駅のはずです。そろそろ南ホロノベ駅のはずなんですけどね、これかな、きっとこれだな。きっとこれだ。駐車スペースはね、なさそうだね。ねえな。今左にあった小屋って、あれですかね、待合室のつもりなのか。あれはやばいよ。何がやばいかっていうと、明かりがない。